何ロケみたいな感じなんで、なんか、監督から、うん、アートライはこういう役だみたいなお話とか聞いて。あ、そういうのは基本的にはないですね、今のところ。そうなんです。だから、僕も、いただいてる台本とか、うん、あと、オーディションとかも含めて、いろいろ資料とか事前にもらうじゃない、はい、ああいうのとかで、やっぱり物語がどこまで描かれていくかって、オリジナルの面白みもあるからこそ、うん、変に情報を確定させないで、うん、今分かってるものと自分が、はい、そのうち描かれていくであろうっていうもののピースを考えていこうっていうのが、これ、結構ね、オリジナルもののサブキャラをやる楽しみでもあるから、うん、あんまりね、監督に答えを求めないようにはしてて、ただ、彼の立ち位置として、例えば一人称とかの置きどころであったりとかって、うん、そこの部分をどうするのかとか、うんうん、で、言葉だけじゃなくて、そういったものとかで、彼がどのような視点で、物事を考えてるのかっていう、そこだけの確定だけは、初めのうちに監督と相談させてもらったのはあるけれど、うん、今後どうなっていくかも含めて、彼の細かいバックボーンは、わざと聞いてない、うんうん、じゃあもう自分の思ったままやってみてってことですね、うんうん、だってこういうショッキングな作品でしかもオリジナルで、うん、やらせてもらう機会ってそうそうないじゃない、はい、だったらそういった部分も楽しみたいから一個一個自分でいろんな枝葉は考えつつも出てきたもののピースをはめてって作っていくのがいいなって、うんうん、なるほど。そこで直面した時にリアルな反応を出せますしね。ね。先を知らなかったがゆえに、うんうんうん、特になんか本当現場でまあ、うん正直、ふざけ半分ではあるけども、うん、誰が死ぬか誰が死なないかみたいな話もするじゃないですか。うんうんうん、それって本当はすごく重要で、ね、そこに自分たちが、知っちゃってたらもう、うん、その死に向かうお芝居をもしかしたらしちゃうかもしれないけども、うん、そうじゃなく、うん、やっぱりその瞬間瞬間僕ら生きているし、うん、その戦争っていう、その、いつ何かどうなるかわからない状況に身を置いてるっていう、その、ハラハラ感というか、葛藤みたいなものがやっぱり常に現場で流れてるんじゃないですかね。ねうん、オリジナルもの、ね、独特の、うんうん。だから我々の間にその描かれてる分数が少ないけれども、起こったこと、はい、例えばハーノインダンとかね、うん、姉さんとちょっとね。僕、ありがとうございます。ああいうものが出てくるね、伏線みたいなのが出てくると、おい、どうなっちゃうのっていう、ちょっと心配な面もあるけど、いいな、おいみたいな。そうなんです。そこでもしかしたら、この二人がどうにかなって、どうにかなっちゃうのかなみたいな、うん。片方がどうにかなっちゃうのかなみたいな想像を張り巡らすのが楽しいんですよ。ね。で、実際違ったら違ったで、あ、そうだったんだってなるし、ね、でもそこでやっぱり、自分たちが自分のキャラクターを愛する、うん、材料にもなるし、どん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 こう想像を膨らませて、うんうんうん、この作品を楽しんでるじゃないですかね、その、うん、ということは、宮野さんもあまり監督には、その辺の詳しいことを。そうですね、その重要なその性格のキャラ設定をしっかりと、うん、固めたら、うん、あとはもうその現場で起こるその瞬間瞬間しっかり声出していこうみたいな感じですね、うんうんうん、なるほど。